脱狂は、ネギ属の多年草、野菜。別名はオ、大オニラ、里ニラ。中国、ヒマラヤ地方が原産。白色、または紫色を帯びた白色の輪形を食用とする。特有の強い匂いと辛みを持つ。この匂いは、ニンニクやニラと同じアリル流化物である。主に、塩漬け、甘酢漬け、醤油漬けで食べる。ただし市販されるほとんどの品は、 甘酢漬けである。カレーライスの付け合わせとして、福神漬けと並んで、一般的な存在である。アリル硫化物が消化を助けるほか、ポークカレーの豚肉に含まれるビタミン B1 の吸収に役立つと言われる。鳥取県、福井県、鹿児島県南薩摩市の特産品である。漬物にしない状態では、生ょうとも呼ばれるが、収穫期に、 自家製漬物用として出回る以外はあまり流通していない。大乗仏教において接触が避けられることのある後、訓の一つである。日本では南白栽培された若つまみの落鏡がしばしばエシャロットと混同される。これは1960年代に東京の市場で働いていた男性が新たに仕入れた早取り楽を当時まだ日本に輸入されていなかったエシャロットの名称で、 売り出したことに起因するが、その後本物のエシャロットが輸入販売されるに至ってからは、エシャレットという商品名で売られるようになった。本来のエシャロットは、球根製の野菜で、わけぎや小型の玉ねぎとよく似ている。ラッキョウは、水溶性食物繊維が豊富である。ラッキョウの水溶性食物繊維の大半は、古くンである。甘酢漬けでは、その下漬けの際に、 フルクタンが乳酸菌により分解され、生ラッキョウと比べると、フルクタンが16程度である。沖縄県などで栽培されるラッキョウ、ダッチョウとも呼ばれる。夏が旬である、普通のラッキョウと違い、夏から秋にかけて栽培され、冬に収穫される。一般的なラッキョウより小型で、細く、ネギに似た強い辛みがあり、主に塩漬けして、鰹節をかけて食べる。 天ぷらや卵とじのように、ネギや玉ねぎと同様の調理法でも食べられている。なお、血液効果を防ぐアデノシンが多く含まれ、脳卒中や心臓病を回避できる薬効で注目されている。臨境はニラジロという生薬名がある。漢方では胸皮に効果があるとされる。以下にニラジロが配合される包材を挙げる。ありがとうございます。